パリ五輪9回も嘔吐し、下痢もした水質問題のセーヌ川で競技出場のドイツ選手3名が体調不良に。普通メディアも悲観議論は続くに対する反応集です。汚染に対する懸念を疑わざるを得ない一報が飛び込んだ。現地時間8月11日、フランスのラジオ局 RMC スポートは、8日にセーヌ川で行われたパリ五輪の女子10キロオープンウォータースイミング OWS で、出場したドイツ人選手3名が体調を崩したと報じた。大会前から水質汚染が問題視されてきたセーヌ川。雨天による状態悪化が懸念された中で、大会組織委員会は水質の基準値を下回ったとゴーサインを出し、トライアスロンと OWS の2競技を強行的に開催していた。ただ、大会期間中も大腸菌などの細菌濃度が依然として高いと報じられるなど、セーヌ川の水質汚染の不安は拭いきれず、実際に競技に参加した選手や各国メディアで不満の声が吹き出していた。8日の女子 OWS で体調を崩したドイツ人選手3名の直接的な原因は明確にはなっていない。しかし、独オリンピックスポーツ、連盟は倒れた3名のうち2名はすでに回復していると報告した上で全員が競技の翌日から吐き気や嘔吐、下痢のため、治療を受けたと公表。残る1名も命に別状はないとしながら、チームドクターによって今も治療を受けている段階だという。この報告に対して RMC スポートはセーヌ川の水質状況についてはオリンピックが終わっても議論が続くだろうと指摘。さらに今回体調不良を訴えたうちの一人と見られるレオニー・ベックが自身のインスタグラムで昨日は9回も嘔吐し、下痢もした。セーヌ川の水質は証明されたと皮肉いっぱいの投稿を行っていることを伝えている。大会後は継続して水質改善を図りながら、セーヌ川で市民の遊泳解放も図るというパリ市。しかし、その道のりは現時点で、一筋縄ではいかなそうだ。引用はここまでです。安子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝です。IOC 会長以下役員全員で陰影させろよ。その上でお前らが間違ってたのかどうかを会見で言え。議論の余地なんかないわ。人種差別もひどいし、テロがあったミュンヘンを含めても、ベルリン以降最低レベルじゃないの。結論を出して、オアオムアヌアヌ。史上最低最悪の五輪。ゲロ吐かせてから議論をするなと。ドイツの科学力でなんとかしろよ。ドイツの医学薬学は世界一だからな。おな。議論。わら。議論って誰が見てもうねえ側ってわかりきってるやん。議論というかちょっとした殺人未遂では、おフランスさ。3人ならまだいけるな。IOC が悪い。美しい理想こそまみれの現実これぞ五輪精神の体現だな。大金使って五輪を開いて悪評を世界に広めたパリ。パリ市長首。運営を訴えたりできんのかねえ。これはさすがに。レースチラッと見たけど水の抵抗避けるために側の真ん中じゃなくてより汚そうな端っこへ行ってるのがまたかわいそうだった。このオリンピックのために100年間貯めたうんまるがしっかり味わうがよい。議論は続いてしまうんだな。まあ因果関係を明確に証明するのは難しいだろうから、ごまかし続けて、うやむやで終わりだろうな。開会式の裸男、最後の晩餐パロディ選手村のチープ飯、ノーエアコンフランス有利誤信、ルーレット、ドブに追い大腸菌セーヌ川さすが自分第一主義のパリ。中世のフランスって下水整備してなくて2階から汚物を道端に捨ててたんじゃなかっけ？現代フランス人の衛生観は、中世とさほど変わっていないということ。海とか川で泳ぐの止めたら。やめるバッハが閉会式で史上最高の五輪だったってスピーチしてしらけムードになるのが目に見えてる。議論する余地ある？その都パリの大腸菌は効くぜ。パリ市長の根拠なき保証を侵入受けちゃった選手が多くてちょっとびっくりだな。事前に下痢止めを飲んで競泳中もセーヌのうんまる水は可能な限り飲まないようにするとか用心に用心を重ねて試合に臨むべきだった。セイロガンと御嶽百草岩飲んで側に入るべきだったな。イメージ先行の粉まみれんピック。ヨットはマルセイユでやってたヤンスイエイも地中海の方が良かったんとちゃう？しょぼん。史上最低のオリンピックって評判なのにすらかまるメディアでは自画自賛してるとかマジか？パリのセーヌ川。世界にその汚さを知らしめた功績は大。
セーヌ川がドブだったのがショック。誰が見てもあれドブ川だよな。トライアスロン参加選手同情するぜ。バッハはキン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 のイメージしかないな。五輪を終わらせた男。ポンヌフの川がクソまみれ。選手かわいそうすぎでは。地獄やん。フランスという国の幻想が打ち砕かれたのはこの史上最低の五輪での数少ない良かったこと。これ訴えてほしい。ドブでやる意味あった。セーヌ川がドブ川なのはその通りだが、べく人って自己暗示かかりやすそうだから想像妊娠的なやつで嘔吐してる人間も多そう。ヘドロナ崖の壁の側泳いでて大丈夫か。と気になってた。やっぱ体調崩したか。ゲリンピック。セーヌ川って東京湾よりヤバかったのか。セーヌ川、飲んだんですか。パリ式ダイエット。ドラクエの毒沼。キモウは9回も嘔吐し、下痢もした。セーヌ川の水質は証明された。思ったより綺麗だったな。金メダルか。南朝鮮の海で泳いだら即死するよ。日本人は神経質すぎて東京五輪の時東京湾マジ?とか選手村の施設がとか日本人がクレームつけたよな。世界に恥ずかしいとかって海外なんてこんなもんだよ。マクロンは泳がないの?これ後遺症とか重篤な感染症とかなる人出てこないか。何にしても主催側の偉い人が、泳げるレベルの水質の場所でやった方がいい。バッハを泳がせろ。開催国の実態を知れるのが五輪の一番の功績。移民国家とかして劣化したのか。歴史とイメージだけで元から大した国じゃないのか。フランスってこの程度の国だったのかってみんな思ったんじゃないの。安西先生諦めないとそこで感染ですよ。史上最悪のパリンピックの象徴的な出来事として後世に語り継がれるのはいいことだと思うわ。まあでも根本的に強靭な人間を選抜するという意味では有効なのかもしれない。こういう人間のせいで汚れた川で生きていかなきゃいけない生物って地獄だろうな。ヴィーガン食とかやってる場合かよ。何の疑問するんだろうな。汚い水で競技させたことは事実だろうに。近くで10年前にやったロンドン五輪とはえらい違いだよな。イングランドですら飯問題なんてなかったのに。オフランスで発生するのは、向こうの人からしたらすげえ皮肉だよな。泳げるぐらい綺麗になったセーヌ川。ヨシコちゃんを抱きたい。スイム、バイク、ラン、スマルトロのテトラースロン誕生。水泳を別の競技にしたらいい。もう終わったんだかがいいだろ。どんどん沼る子流してけ。疑問が必要なのはトライアスロンはどこでやるべきなのかだな。パリは土地も高くて浄水場作れるわけねえべ。レオニーが金メダル取ったのか。ウマルコが落ちてるのがフランス。ウマルコを食べるのが韓国。もう併合しちゃいなよ。サーフィンと同じタヒチでやればよかったのにな。五輪後、市民が泳げるセーヌ川にする予定でこだわってしまった。大阪が昔の万博跡地でやればよかったのに。この IR との兼ね合いで夢島にこだわったのとかぶる。すでに渋滞ポイントな万博跡地を代替地に上げるのは他県民かすみんなが引きこもりのニートくらいだよ。わが技術的に不可能だったとは思えないんだよな。サボってただけで。いくらなんでもひどすぎる拷問だろこれ。他に綺麗な川なかったの。パリにこだわらずセーヌ川側じゃない。もうちょっと綺麗な川でやればよかったのに。事前危険2名、途中危険4名って聞いた。体調不良が何人出るか。し人出るんじゃないの。こんなところに処理水にどうこう言われたくないわ。フランスいろいろすごいな。思ってたよりも相当にいろいろな能力が低い。しかも俺たちは間違ってない。対応できないお前らが悪いって感じで絶対謝らない。インドかよ。やっぱり NA でも被害者が出たか。ヤバすぎー。大阪人見長江よ。水かがドブ川に飛ぶんだぞ。あの道頓堀のドブより汚いとかそんな場所で泳ぐとか想像できないわ。そんな川で各国代表選手を泳がせるとか最低だな。フラマルスは怖すぎる。寄生虫とかは大丈夫なのかな。泳いでる最中おしっこしてもバレなそう。選手は常にしてるぞ。気づかが入るという人食いアメーバは大丈夫なんだろうか。ビーガンのウマルコは綺麗だろうから大丈夫だよ。サルトル、これは英雄帝王。サメだって泳げるんだぞ。人間なら問題ないよ。他人のことを思んばかる能力が低いんじゃ。おまるにとか自画自賛能力が高い。ホストとしての能力が低い。東京は海で塩水だったのが良かったのかな。ビュータンひろゆきに解説お願いしたい。ひろゆきにセーヌ川を 1.5 組泳いでもらって確かめるのはどうかな。
そもそもパリ市民が口を揃えてあそこは泳げないって言ってるのにお偉いさんのご利用しだよね。フラマルスは汚い国だ。フランス人はいつものことなので下痢もしないってこと？そういえばパリ市長は川で泳いでも平気な感じだよねからしょぼーん。30年に一度の大雨が運が悪かったのもある水の汚染もあるけど、練習できずぶっつけ本番で水に入ったら流れが速くて選手は、びっくりしてたらしい。それでガブガブ飲んでしまった。って試合後言ってた。川の埋まる子は均一じゃないかが、たまたま悪玉菌の多い瓶を個体ごと取り込むこともある。昔プールで塩酢の錠剤吸い込む事故はあったし似たようなリスク。四万十川で再試合やってやれよ。逆にトライアスロンをやめればいいのでは。綺麗な川とか穏やかな内海のない国は多いでしょう。もっと水質がマシな川はないのかよ。アスリートを病気にするなよ。女子10キロオープンウォータースイミング OWS で出場したドイツ人選手3名が体調を崩したと報じた。いやなんこの競技。もう五輪をやめようという話も起こってる。温暖化の異常気象で競技に合わない気候でやる羽目になったり、大規模な施設の建設と運営が環境破壊につながるとかいう流れで、普段かがあの汚ねえドブ川クルーズが大人気だったり、ドブ川眺めて黄昏寝てるカップルがいたり、本当に謎の多い街だよ。京都の鴨川の本物見せてあげたい。ガンジス川よりひどいんか。大変だなぁ。選手はほんと大変だよ。タヒチでやればよかったのに。パリは気持ち悪い印象。この件で協会は基準値をさらに引き上げざるを得なくなったな。パリゲロリンピック結局トライアスロンってやれたんだっけ？リハーサル中止になったやつ。練習中止ぶっつけ本番はマラソンスイミングじゃねえか。当然強行したよ。自動オート機能、通過トイレの下水含む生活排水流し続けてるんだから、いくら浄化しようにも下水道システムの根幹から変えなきゃ無理だろ。てかサーフィンしろよ大統領。ジャンバルジャンは汚物まみれのパリの下水道をマリウスを背負って逃げ、出口のセーヌ川のあたりでジャベール刑人に見つかるも、ジャベールはバルジャンを逮捕できなかった。糞を触りたくなかったのか。ただ単に弱いだけなのに何かのせいにする酒豚みたいなやつだな。内容が途上国のそれで笑うよな。